NCE ヘッドラインです。今週のマーケットの振り返り、そして来週の展望、特選銘柄のピックアップです。まず今週のマーケットですけども、まあ前半はかなりこうしっかりとした展開。まあ先週から続いている買い戻しの動き、まあ今日 SQ でしたが、この SQ 目指して比較的こうしっかりとした展開。チャートを見てみますと、これ日足のチャートですが、もう。 かなり上の方に行ってますねあの、まあ、5日移動平均線をサポートで、まあ、高いところですと2万3185円というところまで上りましたその後はまは調整やはりどうしても過熱感先週もお伝えしましたけども当落レシオですとか25日移動平均線の情報乖離がまあ10%超えるような状況というところで当然、えー、あってしかるべきのスピード調整というのが、えー、入ったような形になっております。 えー、特にですね、えーまあ、このチャート上から見ると、えー、昨日とあと本日でこう完全にこう調整局面というような形にはなってますね。えー、これを週足の方で見てみますとこういった形ですね、先週雲を抜けて、まあ、一目金衡表の雲抜けを達成して、まあ、視界が開けてきたというようなところでしたがさすがにちょっと今週は下押すような展開と。 長い下ひげをこう引いておりますけれどもただ大きくこうトレンドが崩れたというような状況では、えー、まだないような形かと思います。えー、あと全体的にこう見てみますと、まあ、調整とはいってもまあ一目均衡表のです、ね、転換線、えー、この辺りをこう下回ってきたというようなところでして、えー、これ、実は下回ったのは5月のです、ね、14日以来ですかね。 ええー、まあこの上昇が始まったあたり、えー、このあたりになりますかね。はいここからの上昇というのがええー、まあ一旦の調整局面を迎えているというような見方もできようかと思います。まあ全体としてはですね、えー、今日は200日の移動平均線ちょうどこの線になりますけれどもここに支えられるまあサポートされるような形で、えー、まあなんとか戻りを いいうよううよなな状況に、えー、なっておびけというところですただ注目としては、えー、S q 迎えておりましたけれどもこの S q 値を上回って引けているというところですから来月、まあえーまあ、次の S q に向けて、まあ、下値、ね、不安というよりもどちらかというと上昇の方向という期待が持てるような展開になろうかというふうに思います。えーまあ、そういったところで 展望といたしましては、えーまあ、S q をこう乗り切ってです、ねまあ、次の展開というところで、まあ、リスクとして考えられるのはやはり、えー、アメリカの方でのコロナの感染拡大第2波というところ、まあ、こういったところもどうしてもこうテールリスクの中に、えー、含みながら次の展開というところではないでしょうか。 まああの大きくこうトレンドが崩れているわけではないというところになりますから個別銘柄まあ収益回復期待のかかるえ銘柄をピックアップしてですねえ実態のこう強い銘柄こういったところにえ物色の矛先が向かうという形になろうかと思いますそういった中でえ今週の注目銘柄をえ取り上げてみたいと思います今週は三銘柄ですねえまず共和エクシオ一九五一になります。 それと調理八ゼロ一四、それとあとマザーズの銘柄でフォースタートアップス七ゼロ八九この三銘柄です。チャートを見てみましょう。こちらがですね、今日はエクシオのチャートです。一目均衡表のですね、基準線をこう割り込むことなく堅調に推移しているというのがこのチャートを見てもお分かりになります。まあ今日あの全体的にはまあ一時まあ六百五十円を超えるような下げと。 いいううのを見せたんでですすが、えー、今日は逆行だかという状況ですね、まあ、実態は再評価というところでして 5G の商用化サービスに伴って、まあ、NTT グループ向けの通信工事、まあ、ここの受注が期待できるというところですね来期はどこも向け、えー、ここの基地局の整備というのも本格化するため加速するという向きが大きいです。まあ、年間配当は82円 まあ年々、実はこれ、増配を積み重ねてきておりまして、えー、利回りはですね3.18%、まあ、連結の b b r も1.07倍と、夏相場の有望株としてピックアップいたしました。で、次はこちらは調理ですね、8014、まあ、チャート上を見ると、ですね昨年の12月の高値、2277円ですね。 ここから3月の安値、ね、1315円、ここの3分の1戻し5の一服というような状況ですね。まあ今日はちょっと調整入っておりますけれども、ちょうどいい押し目というところで捉えていただければと思います。こちら実はあの親子上場というところで注目が集まっておりまして、51.2%保有する東レこちらとですね、まあ親子関係にあるんですが、実は株主総会にですね。 あのアクティビストのストラテジックキャピタルここからですね株主提案というのが出ておりましてまあゆくゆく将来的には完全子会社化あるいは企業売却という可能性が含まれているのではないかというところですね PBR は1倍を切っておりまして0.8倍まあこういったところからまあ純資産額で TOB となるとここから25%弱の上の余地が出てくるので注目されると。 いうところです。PR は十、えー、倍を切っております。九点九七倍配当も五十七円というところですので、配当利回りは三パーセントというところで、えー、注目されます。そして最後、三、えー、月上場の、えー、マザーズ銘柄ですね。フ、え、ォースタートアップアップスですね。えー、まああのスタートアップ企業に対して、えー、経営幹部層などの人材支援、えー、こういったのを行っております。 人材紹介市場のまあいわゆるブルーオーシャン、えー、というところで独占的な地位を確立しております。まあ日立産業というところでして、えー、かなり需要も高くまあ領域に特化しておるところから注目されております。まああの比較的景気にこう左右されない領域というところでして、またあの六月五日付で経団連にも入会というところでまあ経営の人材ですとか、今注目のデジタルトランスフォーメーション。 ここに長けた人材の供給拡大というのが期待されるというので取り上げてみました、えー、以上の3銘柄が注目銘柄というところになります、えー、来週以降もですね、えー、マーケットの方というのは動いてこようかと思いますがまあ、先ほど展望の中でもちょっとお話ししましたけれども全体的にはスピード調整を迎えようかと思いますけれどもまあ、任天堂ですとかソニー、まあ、こういった 銘柄がですね比較的強く、まあ、高実体株と言われておりますけども物色意欲は依然健在というところになっております銘柄物色さえ間違わなければ押し目買いこういったところに見読みがあろうかと思います以上 NSJ ヘッドラインでした